ここが玄関です。ここが入り口で、でこっち側にあるのがクローゼット、靴が入ってますね。下まず入り口を入ってクローゼットがあって、でもうすぐキッチンが見えてリビングルームが見えちゃうのね。でこっちの反対側に行くとこの家族の写真を飾ってます。でこれはうちの息子が生まれた時に使ってたあのストローラーなんだけども、まあ、今回生まれてくる赤ちゃんにも使おうと思ってます。そうだからこのちょっとこう当たり障りないカラーを買ったのね。ここは私が好きな空間なんだけど、家族写真が飾ってありますね。毎年自分の息子の誕生日あたりに家族写真を撮るようにしてます。これがまだ1歳になってないやつ、若いね。これが1歳になった時の誕生日のやつで、あれが2歳になった時か、2歳で、3歳がこれでね、4歳はまだ撮ってないのね。今年日本にいたりこっちに来たりってすごいバタバタしてて、うちの子の誕生日はユニバーサルスタジオに行ったんだけども、そう家族写真を撮ってなくって、だからまあ私もお腹も大きいからそのうち撮らなきゃいけないんだけど、そうっていう感じ。あ、そう、それでね、ここにあるベンチなんだけど、これ日本から持ってきたやつなのね。何かっていうと TV スタンドで、そう日本にいた時はテレビを置いてたんだけども、なんだかんだ海を越えてこっちにも持ってきて、で TV スタンドとかに使ったりとかしてたんだよね。なんだけどこのお家に引っ越してきてからもう使うあてがないから、もうベンチにしちゃえっていうことで今ベンチになってます。うちの子供のこのスクールのバックパック置いたりとかランチボックス置いたりとかっていう感じ、ちょっとまあ荷物置きみたいな感じになってんね、玄関の。これはちょっと送らなきゃいけないやつですよ。でちなみにこれは売らなきゃいけないやつなのね。そうそうそう、だけどまあこういう感じで、これもうちの子が2歳の時に海で撮ったやつね。すごい気に入ってる家族写真です。これちなみに IKEA ね、 IKEA。 一番こう入ってきて一番初めになるのがこの息子とゲストのバスルームですね。主にうちの息子が使ってて、あとお客さん来た時とかに使ってます。そう、もうすごいシンプル。そう、これ私の名前があって、タオル、何、歯ブラシとか、そうそうそう、まあ、こんな感じじゃん。でシャワー、アメリカのシャワーって感じだよね。これあの日本のひながな覚えるようなやつ、100均で売ってるやつかな。そう、こんな感じ、シンプルですよ。でこのバスルームを出てこの2つの何と何かっていうと、こっちがパントリーって言って、あの食料品とかをさこう入れる場所、ちょっと汚いんだよね。水とかさ、お米とか、なんかこういうほらシリアルとかさ、日本の何お蕎麦とか韓国海苔とか、なんかそういうのがをごちゃごちゃ入れたりしてるじゃん。でこれはあのお湯ボイラーみたいなだけど、こういう撮影のやつちょっと置いてるっていうね感じじゃんね。これがうちの子のお部屋になりますよ。はい、キャメロンくんのお部屋です、はい、まずこれ私が昨日書かされたやつね、ピカチュウとか。でこのやつさ、あのチョークで書けるんだけど、ヤードセールで5ドル、はい、あの鉛筆の建物ヤードセールで3ドル、あのキッチンタダで、この木のね、これあのさ、なんせ木のほら汽車とかあるじゃない、これこれこれね、
これとかを載せる机なんだけども、これもヤードセールで、この木のおもちゃも全部含めて、いくらだったか、20ドルぐらいで買ったんですよね。そうそう、お買い物上手なのよ私。でも上に乗せて遊んでるのはレゴです。レゴ、うちの子すごいレゴ大好きで、これレゴの何、これがフードトラックで、これがスクーバスでしょ。そう、見て、これうちの子のコレクション、これがうちの子のコレクションなんだけど、レゴシティっていうね、もうレゴの街を作るやつを、まあ、日本にいた時にまあ買ったんだよね、この子の誕生日プレゼントも兼ねて。でそれで、そう、これ立てたやつ、これとかトラックとかエアプレインとか、そうそうそう、すごいんだよ。でさ、このミニチュアの子たちいるでしょ、この子たちすごいかわいいな。これディズニーランドに行って買ったんだよね、ミッキーたちは。で、あの一番端のピカチュウはキティランド行って買ったんかな。で、後ろに東京タワーとスカイツリーがいます。このさ、棚たちは全部 IKEA で買いましたよ。で、このベッドも IKEA で買ったじゃんね。で、この、本棚は、これもね、ヤードセールで買ったのよ。でもこれは30ドルぐらいしたのかな。はじめ、青かったんですよね。青く塗られてたから白くペイントしました。そう。なんか日本の本とかも、英語の本がほとんどだけど、日本の本とかもある。うちの子が気に入ってるのがこれ、どこ行くのってやつお毎晩読まされるじゃん。あとこれ、この2つかな。私たちが日本にいた時にね、うちの子1ヶ月半ぐらい日本の保育園に通ってたんです。でそこで何、ほら月にさ、毎月こう何、保育園が本屋さんと提供して売っている本で買ったんだけど、そう、気に入ってるね。まあ毎晩日本語の本を読むと、まあその日本語を覚えてくれますね。あとこれを彼のお気に入りの人形たちなんだけど、ほとんどこのテディベアとこのカメは私が旦那と結婚する前にもらったやつ、旦那さんから。でこれは私のハローキティなんだよね。そう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 、まあ、私の人形が多いんだけど。で、この小さいのは、まあ、うちの息子のジャンカー。で、ドラゴンボールがいるでしょ。で、こいつ、この C って書かれてるの。これね、うちの姉が作ったの。すごいのよ、クオリティが。昔から DIY とかすごいんだけどさ、キャメロンのスーパーマンっていう意味。でさ、これ全部取れるのよ、後ろが。これも取れて、これも取れる。と普通の人になるわけ、普通の男の子になるの、これ普通の男の子になるの、すごいよね、才能ですね。そうで、私がこの部屋で気に入ってるのがね、ライトなんだけど、ちょっとつけよう、この上の星のライト。このね、アメリカのお家って結構多いのが、お部屋にさ、ライトがついてないんですよ、電気がないわけ、設置されてないのね。だからこういう風にこうフロアランプとか、なんかこういうのくっつけなきゃいけなくって、自分たちで。でこれはターゲットに行って買ってきたんだよね、星のライト。でこういう風につけました。本当に夜うちの子が寝る時につけるぐらい。ほら日本にあるさ、なんか日本の電気だと一番最後につける小さい、ほら柔らかいオレンジのライトあるじゃないですか。ああいう感じのお仕事しかしてくれないんだけど、まあ彼が寝るときにつけてるね。そう、あそこになんか怪獣の首があるよね。そうっていう感じ。まあ日本の、日本でいうと6畳ぐらいなのかな、この部屋は。でここには一応彼のクローゼットがありますね。それじゃあ彼のお部屋を出て、でここに戻るのね、キッチンに戻ります。なんかすっごい冷蔵庫がウィーってうるさいんだけどさ、ここが私の
こうお家の中で一番お気に入りの場所ですね。私のオフィスです。で、なんでお気に入りかっていうと、まあ、今までで住んできたあのお家の中で一番、まあ、キッチンが大きいのね。で、あのさ、このキッチンの私がいつも立っている場所から家の全体が見えるんですよ。リビングルーム、あと自分の息子のお部屋、あとトイレ、まあ、あっちは私たち の, あの寝室になるんだけども、まあ、大体家の中が全部見えるからあのすごい気に入ってます。でさ、こっちで料理もできるし、まあ、後ろでも料理ができるじゃない。で、ここにさガスオーブンがついてるんだけども、昔バレンタインに旦那が買ってくれたこの小さいオーブンもくっつけてます。これは結構小さいのを料理するときとかに使えるから好き、結構好き。で、日本から持ってきた何炊飯器でしょ。で、ここら辺はさトマト缶の瓶とかで作ったやつなのね。で、ああいうの立ててるじゃんか。でさ、こっち見て、この子、これネギ、ネギをね使うじゃんか、この根っこぐらいまで。で、それでショットグラスにお水を入れて、こうやって入れとくとまた生えてくるのね。はい、再活用してますよ。こっち行くと、もうごめんなさい、これゴミなんだけどさ、見ないでね。一番上にあるのがパイナップルでしょ、リンゴ、バナナで、またリンゴで、下が何、玉ねぎとあのじゃがいもで、これさガーデンのあのなんていうのかな、お花のっけるやつなんだけど、野菜のせてます。でね、この上あのお花見えますか。この間誕生日プレゼントにうちの旦那があのローズを買ってきてくれたんだけど、だんだん枯れてきたから逆さにして、これからドライフラワーにしますので、こういう風に引っ掛けてます。はい、でこういう感じ、シンクもこういう感じ。ここになんだっけ、あのディスウォッシャーあるけど使わないね、あんまり。結構手洗いが多いです。ただ本当に今朝妊婦だから超疲れた時とか、もう頑張れない時とか結構ディスウォッシャー使うけど、でもまあ相変わらずあれだね、手洗いですね。特に息子の食器とかは手洗いっていうところこだわってます。で、なんかほら見て、よくわかんないけど、ほら桜なのよね、あの絵が。そうだから好きで置いてる、この絵アメリカで買ったのね。アメリカで買う桜の絵はやっぱりちょっと変なんですよね。でもやっぱり桜好きだから置いてるじゃない。で、そう、あれなんですよ、カーペットの上にこのダイニングテーブルを置かないといけないの。それが一番嫌だ。で、やっぱりね、まだ子供がこぼしたりするから、あの買わないといけないんだけど、何か下に引くのをね。だけどまだ買ってないっていうね。でもこれがダイニングテーブルです。ここで食事してますね。で、あの一応これカウンターになってるからね、ここにその何バーチェア、ハイチェアと呼ばれるものを置けば、あの全然食事できるんだけどさ、ここでね。なんだけど、あのうん、こうやって顔見合わせて食べる方が好きだから。だしね、これもともとあるからさ、まあ今こっちを使って食事してます。そう、リビングルームはこんな感じで、このさ上についてるこのライトあるじゃないですか、こいつとあっちもう一個、このねお部屋もね電気がくっついてないのよ。だから夜真っ暗になって、こっちのこの電気しかないわけ、あれとあの子の電気しかなくって、だからこっち真っ暗だったから、これも IKEA に行って買ったんだよね、ぶら下げるタイプのやつ。そのアメリカのアパートちょっと変なんですよ。まあ安くコストを抑えたくって電気つけないんだろうけど、暗いお家が多いのね。だからもううちはこれを2個つけて、でちょうどいいですよ。はい、で私はやっぱりあのお家はね、一番こう自分の生きてる中でもこう一番心地よい空間であるべきだと思うので、自分の好きなものを置いてます。あのグリーン、このプランターたちを、ふんだんに置いて、まあ、リラックスできるように置いてますよ。でテレビでしょ、
で、あっちにもこれポーンチュリーがありますね。はい。で、ちょっと眩しいね。はい。ちょっと今やっと終わったの、この冷蔵庫。今やっと終わったの、うーってやつ、すっごいうるさいのね。はい。で、そうそう、これがさ、眩しいよね。すごい、朝すごいいい日が入ってくるんだけど、朝パソコン使うとき結構眩しいんだけどさ、これが一応オフィスのデスクだよね。まあ、結構ね、うちの旦那の、飛行機のやつがごちゃごちゃ置かれてるんだけど、私はいつもここでエディットしてます、ビデオをね。うん。で、この机もIKEA で買ったでしょ。で、ちなみにこの TV スタンドも IKEA で買いました。で、こっち行くとちょっと汚いんだけどさ、ブックシェルフですね、本棚ですね。で、この葉っぱたちも私が好きな感じに置いてます。すごい好き。うん。で、これ上の方、私の本たち、旦那さんの本で、下のは見て、これさ、横浜行った時に、旦那付き合い始めの時にね、横浜行った時に書いてもらったやつなんだけど、私超似てないでしょ。旦那は似てるんだけどね。2009年9月、懐かしい。おじいちゃんの何歳だっけ、80歳の誕生日にお祝いのやつでもらったやつとかじゃん。で、プリンターあるでしょ。まあ、やっぱり一回ミリタリーだった人はずっとミリタリーなのね。はい、そんな感じですよ。で、うちに唯一あるカウチなんだけど、これさ、2個セットで、長いのと短いののセットで、これは短い方なんです。なんだけど、長い方が壊れたから引っ越し時に捨てて、で、短い方をキープしてるんだけど、家族3人まあ、ぎゅうぎゅう、座ってぎゅうぎゅうっていう感じ。だから、そう、カウチ買わないといけないんだけどね。まあ、今のところこれで、なんとかやってますよ。で、これさ、玄関で見たと思うけど、同じやつ。これもIKEAのやつね。はい。で、これは家族写真。これ一番自分が気に入ってるやつなんだよね。すごい綺麗に撮れたやつ。はい。で、ここにちょっとこのサイドテーブルみたいのがあるんだけどさ、この下のはうちの息子が使うクレヨンとかペンとか、なんか塗り絵とか紙とか、なんかそういうのがいっぱい入ってるボックスなんだけど、このさ、ちょっとアンティーク感の出てるのあるでしょ。これもね、ヤードセールで15ドルとかだったのよ。それでこの上に乗っかってるこの写真たちのフレームも、まあ、ゴールドで統一しました。まあ、これも結構そのアンティークショップとかで買ったのね、このフレームとかもね。そう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 、そういうのが好きなんですよ。つくのが、これ私の仕事道具です。メイクアップのね。これ持ってトラベル、まあ、人ん家行ったりとかもするし、結婚式だったら結婚式場行ったりとかもするし、ニューヨークとかもこれで行ったし、まあ、これを引きずって、どこでも、日本中もここでこれを引きずってました。で、この上はちょっとそのさ、なんていうのかな、まつげの在庫とかなんかそんな感じだから、ちょっとあんま見てほしくないんだけど、これが私のグラムルームですね。このベッドすごい気に入ってるのよ。このにアメリカに引っ越してきて、一番初めの年にベッド探してて、うちはクイーンサイズなんだけども、ベッドを探してて、で、自分が一番欲しかったやつを旦那さんが買ってくれたのね。で、あそこにも桜が飾られています。そうで、こうやって見るとさ、これが私のヴェネティでしょ。ここでいつもメイクしてますね、準備したりとか。で、このお隣にあるのがベイビークリブで、まあちょっと早いんだけど立てちゃいました。これうちの息子の時に使ってたやつだから全然買ってないし、お風呂なんだけども、そう、もう今のうちから立てて準備してます。はい。で、さ、こうやって見ると、ハロー、こうやって見るとさ、アルコールスプレー、何、匂いのやつとか、なんかファンデーションとかプライマーとかビューラーとか
これは綺麗なブラシたちなんだけど、なんかブラシ少ないと思ったでしょ。あ、もうね、ブラシ汚いのが溜まりすぎちゃって洗わないといけないから、洗面所に持ってってます。はい、っていう感じで、こっち行くとちょっと姿見とかあるじゃんね。で、あれはさ、その撮影用のライトなんだけど、の袋なんだけど、まだライト中に入ってて、ちょっと置き場所がないからそこに置いてるのね。で、ここはクローゼット、私たちのクローゼット。まあ、汚いので今日は開けません。で、これが、私たちの、何？バスルーム？なんだけどさ、まあ、こんな感じですよ。こういう感じ。シンプル。で、棚が何にもないんですね。下にちょっとこうやってあるけど、収納が何にもないの。だから、こういうの買わなきゃいけなかったんだよね。まあ、あんまり綺麗じゃないんだけどさ、こういうのを買って、で、まあほら、いろいろネイルとか、モイスチャイザーとか、これうちの旦那のやつからね、乗せたりとかしてさ、やってますよ。はい。歯ブラシ、コットン、綿棒、歯の間にこうキュッキュするやつ、歯磨き粉。っていう感じ、綺麗に収納してますが、こっちをね、問題はね、これ洗わないといけないのね。このブラシたち全部洗わないと、これが終わったら。全部洗わないと。これが私たちの、バスルームでした。っていう感じなんですね。ちなみにこの私たちのベッドルームは、寝室は、なんだっけ、6畳ぐらい。うちの息子のお部屋と同じぐらいのサイズなんですね。で、このお部屋もさ、電気がなかったからこうやってイケアのライトをつけました。そう。変だよね、ライトないなんて。すごい不便。前は一軒家で2階建てに住んでたんだけど、やっぱりお掃除する範囲も多いし、お掃除がね、大変だったね。だし、やっぱり場所が多い分、埋めないといけないから、結構それでさ、大きめの家具を買ったりとかしてたんだけども、ここんちに引っ越してきてからは、結構コンパクトになって、でもそれはそれですごい。自分たちに合ってるサイズですよね、これがね。あ、そうだ、あとうちにね、一応一個小さいバルコニーがあるんだけども、それを見せましょう。これがバルコニーですね。それすごい小さいのよ。あそこにで私の息子の椅子があって、ちょっとこう、なんていうの、ガーデンのやつとかがあるんだけど、まあお花好きだからさ、飾って。この子は日本人の奥さんからいただいたシソなんですよ。シソガンガン生えてきてるのね。この間餃子に入れたりとかしたけど、サラダでとかサラダに混ぜたりとかしても美味しいよね。で、これはさ、ベイゾー、オリビア大木さんがくれたのね。バジルです。そう、バジルもガンガン育ってる。で、この戸が気になった方、これはね、ランドリーなんですよ。こうやって開けると、ウォッシングマシンとドライヤーが一緒になってるのね。で、これはさ、もう引っ越した時に全部くっついてくるんですよ。そう、これもくっついてくる、冷蔵庫もくっついてくる、で、レンジ、オーブンもくっついてきます。そう、アメリカのアパートはそういうところが多いのね。で、こっちちょっと汚いんだけどさ、何？ほら、掃除機とか、ちょっとブランケットとか、タオルとか、上は工具っていうの、あとこのちょっと縫うやつとかが入ってますよ。そう、私たちはこの家に住んでます。疑問に思った方、約家賃は月に日本円で約18万円ぐらいですね。で、このアメリカの中の私たちはニュージャージー州っていうところに住んでるんだけど、ニュージャージーはすっごく高いです。ニューヨークもすっごく高いんだけど、ニューヨークに続いてニュージャージーも家賃もすごい高いです。そう、だから18万円っていう感じ。でも結構それでも安い方を探したとは思う。安くって
あの安いところ、ものすごい安いところ行こうとすると見つけられるけど、でもすっごくゲットになっちゃうのね。でそうすると身の危険が危ないから、そうなんで、まあ、そこそこ治安も良さそうで、で家賃もそこそこいいとこってなると、まあやっぱり17、18から、まあ、20万ぐらいになっちゃうんだよね。まあそれはまあ仕方ないし、あの特に私たちは子供がいるから、まあやっぱりあのなんていうんですか、それの安全には変えられないからね。そうそうそうっていった感じで、まあここに私たちは住んでます。はい、なのでビデオ気に入ってくれたら LIKE をしてください。あともっとこう料理系のね、あの Vlog ももっと作っていけたらなと思います。あと冷蔵庫うるさくて本当にすいませんでした。でもね、ここが私のあの大好きなお家なんですよ。あのサイズもすごい大好き、あのキュッとしててすごい好きだし、自分の好きなものいっぱい置いて、なんかリビングルームはあの結構グリーンとか、あのプラントは結構置いて、あの空気の通りも良くして、あのちょっと清潔感が出てるんだけども、私のあのなんだっけ、寝室とかになると結構こうなんていうのかな、こう女の子が好きなさ、こう綺麗なこうグラマーな感じなお部屋で、ちょっとこう一つ一つお部屋もあのキャラクターがあって、私はすごく気に入ってます。はい、なのでお家ってとてもやっぱり自分の中で落ち着くところであって、まあ好きな空間であるべきだと思うんで、あのうん、まあ収納とかもさそうだけど、まあ自分のね好きなラインで、あの好きなものが詰まったっていう感じなんだと思います、お家って。はい、お家大好きっていう感じです。はい、ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。